1879年のカッシーニ。ジョバンニ・ドメニコ・カッシーニはイタリア出身のフランスの天文学者。ジェノバ共和国のペディナルドで生まれ、1673年にフランスに帰化してジャン・ドミニク・カッシーニと名乗った。土星の4つの衛星を発見したほか、惑星観測で様々な功績を残している。1997年に打ち上げられた。 アメリカ航空宇宙局の土星探査機、カッシーニ、月面のクレーターと火星のクレーターの名前が彼にちなんで命名された。カッシーニは25歳でボローニャ大学の天文学の教授となった。パンザノの天文台2648年から1669年まで務めた。1669年4月、ルイ14世の昇平を受けてパリに移住し、 以後1712年に亡くなるまでパリに在住した。1671年9月14日にパリ天文台が完成すると天文台内の住居に移り住み、翌月10月25日には土星の衛星、イアペプスを発見した。これはタイタンに次いで2番目に発見された土星の衛星となった。1673年。 新しい国に馴染むためジャンドミニク・カッシーニと名乗り、後にはこの名で呼ばれる方が多くなった。ロバート・フックによれば、1665年までに木星の大赤藩を発見した。また、土星の四つの衛星を発見し、カッシーニの感激の発見者、木星の大気の作動回転の発見者でもある。1672年、ギアナのカイエンヌにジャンリシェを送り、 パリでの観測結果との示唆から地球と太陽間の距離を計測し、それをもとに太陽系の大きさを計算する。またカッシーニはガリレオ・ガリレイの提唱による木星の衛星の触を利用する方法により、初めて本格的な経度の計測に成功した。若い頃は天文学よりも先生術に興味を持っており、その頃を学んだ。 先生術の知識が天文学への興味のきっかけとなったが、後に独力で天文学的な発見を多くしつつ、先生術を公然と批判するようになった。息子のジャック・カッシーニをはじめ、四代にわたってパリ天文台で観測を続け、孫のセザール・フランソワ・カッシーニは初代大長を務めた。ありがとうございます。